焼肉をおごってもらっちゃってもいいんですか？ごちそうさまです。あ、すいません店員さん、とりあえずこのページのやつ全部ください。プリコネチャンネルリライブ。ラジオをお聞きの皆さん、おいっす。ペコリーヌ役マオです。ラジオをお聞きのアルジ様、おいっす。ココレ役伊藤美久です。ラジオをお聞きの皆さん、ブクブク、おいっす。キャリア役立花梨花です。はい、今回のオープニングのペコリーヌのセリフはペコ、プリコネームルリロピスさんの投稿でした。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらのキャラクターで読むオープニングセリフも受け付けております。はい、店員さん本当に全部持ってきたらどうしようどうしようと思いながらちょっとそうなんです。先週に引き続き私たちはギルド美食伝らしく焼肉屋さんにおります。イエーイ。今回もプリ今回もプリコミキャラクターソング01-6を記念して焼肉屋さんからお届けいたしますよ。はい、なるほどね。みんな食べながらお送りすると思うんですけれども、ね、お聞きの皆さんもあえて空腹に耐えながら聞いてもよし、ご飯をいっぱい用意してお聞きいただくもよしでございます。はい、やったー。私の好きなミノが来たー。やったー。キャベツもあるか。キャベツもあるよ。お野菜炒めよ。あ、じゃあキャベツ食べよう。キャベツ、どうぞ。はい、シャキシャキのキャベツを。いいですね、いいですね。じゃあそんなやっぱり私はあのハムっぽい、ソーセージっぽいものをいただく。いいですね。で、私はミノが焼けるのをじっと見てます。ミックに見られるミノになりたい。食べますよ、ミノ。あ、すごい。え、どれがミノだろう。これですかね、この大きいやつかな。ホルモンがいっぱいみたいなやつですね。おいしい。楽しみ。おはい、ということでね、じゃあ進めていきましょうかね。はい、さて、プリコネチャンネルリダイブ、この番組は2017年リリース予定のゲームプリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ焼肉の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第13回。焼肉をおごってもらっちゃってもいいんですか？ごちそうさまです。あ、すいません、とりあえずこのページのやつ全部ください。プリコネチャンネルリライブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。つながるジングル。黒坂さん、お肉が焼けましたよ。はい、あーん。あ、私にもあーってしてくださいね。改めましてパーソナリティのプリンセスコネクトリダイブ、ペコリーヌ役マオです。ミックがね、今ね、頬張った直後だ。あ、申し訳ないです。パーソナリティのココヤ役、伊藤美久です。かわいい。パーソナリティのキャラ役、立花梨花です。はい、さて今回番組前半で焼肉を食べながら紹介するお便りのテーマはいわゆるふつおた、私たちに対する質問などなど普通のお便りをご紹介します。はい、はい、では早速プリコネームシルバーペンギンさんからいただきました。ありがとうございます。リッカ様、マオさん、ミック、おいっす。おいっす。プリコネチャンネルリダイブ、毎回楽しく聞いています。3人のトークを聞いているとなんとなく3姉妹のように聞こえてきますね。一番年下のミックがお姉さん2人に可愛がられているところがとても好きです。さて、パーソナリティの皆さんには兄弟姉妹はいますか？いれば兄弟姉妹の、いなければ家族の話をお聞かせください。お願いします、ということですね。ありがとうございます。ありがとうございます。三姉妹、いいですね。三姉妹、嬉しい。お姉ちゃんたちがいくの。いいな。実際にご兄弟とかいますか？私、立花はですね、リアルに三姉妹なんですよ。おでも、はい、でもね、立花家には天使はいなかったな。やった、ノリ来た、ノリ来た。ノリが来ました。あ、ノリが来た。私は弟が1人います。かわいい、溺愛している弟私も弟が2人います。2人
え、あ、じゃあ3人兄弟。そうです、3人兄弟で一番お姉ちゃんなんです私が、うんうんうん、いやもういいな、いいな。いや全然でも言うこと聞いてくれなくて、弟の方が力が強いので。あ、そうなの。そうなんです、なんか権力的に強くて。権力そうなんですよ、結構何でもできる弟で、ちょっと下に見られちゃうので、そうなんですよ、ちょっと嫌なやつです。そんな、でも男兄弟は憧れるな。本当ですか。私は逆にこう弟ばっかりだったので、うん、姉妹に憧れてます。確かにあのお洋服の貸し借りとかができるのは、うん、それはいいかなって思う。なるほど、貸し借りできるんですね、うん、それはいいな。そういうのは楽しいよ。私はちょっともう満足してるんで大丈夫。もう弟今で可愛いな、今のままで大丈夫。お姉ちゃんですね。そうですね、ツンデレなんでね。あ、そう、こっちがかまってね、かまってかまってってやるとふんって言いながら、あの猫がふんって言いながら尻尾で遊んでくれるみたいな感じで、ちょこちょこ。かっこいい。ちゃんと片手間に遊んでくれるんで、えらいって言って、えらい、かわいい、僕もかわいい。いい関係性だなでございますよ。じゃあ続いてトリコネーム新田さんからいただきました。ありがとうございます。マオさん、リカ様、ピコイス、アイス。先日の放送で、マオさんの弟さんのお話が出ていましたがとても微笑ましいお話で大変ほっこりしました、そこで弟さんとの関係が良好なマオさんにお願いがあります、はい、ぜひミックに弟との接し方につい、関してのアドバイスをしてあげてはいただけないでしょうか。ミックは現在思春期真っ盛りの上の弟との接し方に若干悩んでいるようなので、うん、どうすれば弟と仲良くできるのか教えてあげてください、ちなみにこれは聞いた話なんですが、世の中には弟の部屋にノックもせずいきなりドアを開けて入ってくるお姉ちゃんがいるらしいんですけど、マオさんとリッカ様はそんなお姉ちゃんについてどう思いますか。自分はそんなお姉ちゃんがいたらちょっと困るなって思うんですけど、お二人の見解はどうでしょうか。そんなお姉ちゃんが、お姉ちゃんが、いやそうですよね。あ、これこのお姉ちゃん、我らがよく知ってる姉ちゃんだ。いやだって、いやさっきも言ったんですけど、うん、弟がちょうどこう反抗っていうか、そういうのでちょっと意地悪されるんで、私もちょっと仕返しね、仕返しというか、ノック真面目。いや同じ家に住んでるんだからノックとかいらないでしょって思う。いやでもさ、ガチャって入っちゃうんですよね、で怒られるんですよね。ノックぐらいノックぐらいしろよって怒られるんですけど。聞きたいです、アドバイスが仲良くなる。あ、でもな、思春期の子に弟にやったらすごく嫌われそうな接し方しかしてない。そうなの、なんかもう乗り越え、なんか大人なんですよね、うちんとこの弟が。弟が大人なんですね。そう、弟が私のことを妹だと思って、それもいいな、接してくれてるんで、とにかく、まあ、嫌われることはないと思って、ねえ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 って言ってすごい構って、かわいい、ゲームとかしてるときに、何のゲームしてんの、ね、何のゲームしてんのって、一歩間違えたらうぜえなこいつって思われる接し方をして。いや優しいですね、弟が優しいです。確かに、そう、私絶対もうぶっ飛ばすって言われます。うるせえくんなって言われると、え、なんでそんなこと言うのめげない、そう、あの好きすぎてめげないです。すごくあの本当に鬱陶しいなっていう出し方をして、でも逆にこう攻め続けると、あの諦めてくれる、諦めてくれる、諦めて、多分かまってあげた方がすっと流れていくんだなって。なるほど、ちょっと試してみようかな。あ、ぜひこれを参考に、はい、頑張ってみます。はい、じゃあ続いてプリコネーム立花さんです。ありがとうございます。マオさん、ミック、リッカ様、おいっす。おいっす。最近僕はペットを飼い始めたのですが、名前が決まっていません。はい、僕が大好きなプリコネのラジオで名前をつけてもらえませんか。ちなみにどんなペットを飼ったかは秘密です。え、あ、なんだ、そっか、何買ったんだろう、何買ったんでしょうね、なんだろう、なんだろうな。秘密にするってことは猫とか犬じゃないんですよね。何ですかね、ドラゴンとかかな。しかも行ってきちゃって伝説のやつ、伝説のやつかな。ドラゴンだったとしたらどうする、ドラゴンだったとしたら、もうドラゴンだったとしたらあえて田中さんとかが親しみやすい、親しみやすい、かわいいな。そう、田中さん今日は火が絶好調ですね。そうなんだよみたいな、
年上のイメージありますよね、ドラゴンだったら。なんだろうな、なんだろう、男性だからちょっとなんか可愛くウサギとかで恥ずかしいとか、そういうことね。そういうのもありそうじゃないですか。もしウサギさんだったらどんな名前にしますか。ウサギだったら、タロウピョン。タロウピョン、ピョン太郎とかじゃないよ。なんかちょっと笑い芸人っぽくしたいなみたいな。そっか、橘さん、男性だから、はい、なんかやっぱちょっとこうかっこいいもの飼ってるじゃないかな、うん、なんかワニ、ワニみたいな。ワニ、ワニ、ワニ、アマゾンから連れてきました、連れてきたワニ。そうそう、野生味、そうだ、野生味あふれる感じがいいから、はい、なんだろう、フォアグラとか。なんだっけ、フォアグラって何のグラのやつだっけ。どこ、あ、どこでしたっけ、肝臓とかでしたっけ。なんかのワニのフォアグラさん、ワニのフォアグラさん、美味しそうになった。珍味になった。どうしよう、なんか教えてほしいですね、ぜひ。田中さんか、太郎ぴょんか、太郎ぴょんか、太郎ぴょんか、フォアグラ、ワニのフォアグラさん、ぜひ検討していただいて。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、じゃあ続きまして、プリコネームプルプルシュガーさんからいただいたもの、はい、マオさん、ミックリッカ様、おいっす、おいっす。プリンセスコネクトリダイブではイベントやニコ生などでキャラクターのコスプレをすることが多いですよね。衣装はもちろん髪型まで忠実に再現していて、すごいこだわりを感じるのですが、お三人は講師を問わずコスプレってどれくらいやりますか。ちなみにとある調査によると、世の女性が一番やってみたいコスプレ衣装はメイド衣装で、以下、セーラー服、ナース服、キャビンアテンダント、チャイナ服、警察官、サンタクロース、魔女、バニーガールなどだそうです。皆さんが一度は着てみたいコスプレ衣装ってありますかっていうことですね。いや、でも私たちもすごいキャラクターに近づけようと思っていろいろやらせてもらってるんですけど、そうだね、私生活、私生活でやったことはないな。私生活だと、そうですね、コスプレってどれくらいやりますかっていうことは、やること前提ですね。どのくらいの再現度、マジ度でやるかっていうところ、ね、でも、なんだろうな、でも、ね、職業柄どうしてもいろいろ着ることはあるじゃないですか、そのキャラクターに近づけたりとか、それこそ制服だったりとか。そうですね、ね、ありますね。なんだろう、一度は着てみたい衣装、一度は着てみたい衣装か。なんだろうな、衣装か、なんだろうな、着てみたい衣装、なんだろう、全然思い浮かばない。なんだろうな、あー、でもすごいベタかもしれないけど、はい、居酒屋さんの店員さんみたいな、お、ああいうなんかラフな格好にエプロンして、はい、はい、はい、ってこうバサバサ触れてくる、あー、かわいい。それ言ったら私、某夢のさんの、ホーンなマンション、ああ、はい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 、ホーンでテッドなマンションさんの、はい、あそこの、キャストさんが着られているメイド服がとても着てみたい。あ、似合いそう。クラシカル質感とかもすごいリアルなんですよね。似合いそう。あれは、あ、こう、もうちっちゃい頃から憧れてました。あ、確かに品があるか、あれは。私、男装とかしてみたいです。あ、見たい。ね、なんか、やったことないので、はい、ちょっとなんか単発のウィッグとかかも。あ、いいですね。どこの男装しますか。どんな男装がいいかな。なんか、メガネとかかけたい。あ、結構こうクールな感じ。なんかそういうイメージがあって、男装といえばみたいな。あ、でも逆になんかバスケットの衣装とか。あー、かわいいな。バスケット部官とかなんかいろいろやってみたいです。男の子になってみたい。なんかギルド美食伝とかでたまにさ、男の子役をやるじゃん、うん、その時のミクオさんが結構こうちょっとこうイケイケな男子だから。ちょチャラめね。毎回バスケ衣装とか似合いそう。やってみたい。
かもしれない。本気です。はい、では続いてプリコネーム本ちゃんさんです。ありがとうございます。マオチ、ミック、リカピー、カコアラ、オイス、オイス初めて呼ばれたリカピー私はいろんなここの方言を聞くのが好きです。マオチの方言弁講座大好きです。関西弁講座、あ、間違えたマオチの関西弁講座大好きです。ぜひぜひ自分の出身地の方言でこのセリフを言ってください。ありがとうございます。雨降ってきたから今日泊まってもいい？です。いいよいいよ、泊めてあげるあのちなみに私の住んでいるとこの方言はこんな感じですっていうことに載せてもらってるんですけど、これ私が読んでいいんですか？雨降ってきたもんで今日泊まってちゃいかん？だそうです。これどこだろう、九州なんかね、うん、愛知とかの辺かな、感じらしい。なんちゃらがもんでだから多分名古屋とかあの辺かな。でもいいな、私もあの出身東京なので方言ないんですよ。だから憧れます、すっごい憧れる。いやだからちょっとお二人にこのセリフは出身地の方言で言っていただけないでしょうか。どうする、どうする、どうしちゃうんだこれね、お願い、うん、じゃあどっちから行きますかね。じゃあ、じゃあ、まおちさん、まおちさんの関西弁、いきますね。雨降ってきたからさ、今日泊まってってもいい？おおい、キュンキュン、泊まってってもいいかな。いや、いいですね。どうしよう、ちょっと恥ずかしいなこれ。立場の的には、一応広島弁ですかね。いきます。雨降ってきたけさ、今日泊まってってもええ？いい、いい、素晴らしい。肉を、肉を食べよう、肉。肉がたまりに溜まってます。難しいよ。いや、めっちゃいい。やっぱ方言ってなんかこう特別感がありますよね。本当？嬉しいな。いいな。照れますな。いや、わかりますね、この方言好き。私もわかります。さあ、ということで番組後半もリスナーの皆さんからのメールを紹介してトークしていきますよ。最後までお聞き逃しなく。つながるジングル。エステバールジ様、ほっぺたにご飯粒がついておりますよ。ゴシゴシ取れました。いつも通りの端正なお顔立ちです。それでは今回の番組後半はちょっと趣向を変えてこのコーナー、プリンセストーク。いつもオープニングで募集しているトークのお題がかなり溜まってきましたということで、1回にいつだと紹介しきれませんし、今回はこちらでご紹介したいと思います、お肉をいただきながらあくまでプリンセスらしく優雅かつ華麗にトークしていきたいと思います。やったー、そうね、していきましょう。当てた、マダムマダムマダム、本日あの海苔がお気に入りの海苔、さっきからパクパク食べちゃうの海苔とね、きゅうりが美味しくてお肉じゃない、甘みじゃないか、お肉も美味しくお肉も美味しいんだけどね、やっぱり、やっぱり大事よ、野菜食べなさい、野菜野菜食べてる、きゅうり、きゅうり食べよう、そう、きゅうり食べてでは早速いきますね。プリコネームせつなさんからです。はい、お仕事やプライベートで外出時にバッグに絶対入っているもの、入れているものはありますかということですよ。ない。なんだろう、野菜だ、リアルあ、リアル、なんだろう、ティッシュはあります。あ、女子、そうですね、ハンカチはないですけど、なんでハンカチはないですけど、ティッシュはあります。私はセンスかな。おー、いつでも仰げるように、仰げるように、暑いからね、お仕事中ね、確かに。じゃあもう次行きますか。はい、そうね、よし。じゃあプリコネームシャルモンさんからです。はい、ありがとうございます。皆さんが大人になったなと思う瞬間は、あー、これなんだろう、ガチャをすぐ回しちゃう、えガチャをすぐ回しちゃう、あ、大人大人大人気にしないで指一本でこうピッてやって回せちゃう
ちゃうのがね、素晴らしい、大人になってしまったなって話はね。確かに、もう振り子根が出たらまた、そうですね、また大人になれる、また大人になれる、大人になる、また大人になれる。なんだろうな、私あの電車のカードあるじゃないですか、はい、ピンでやってたやつ、はい、あれちょっと前まで1000円ずつしかチャージできなかったんですけど、最近2000円以上一気にチャージすることができる。かわいい、かわいい、いや、これめっちゃドキドキするんだよあれ、うん、確かに1個のカードにお金を入れるってそう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 、一気には入れづらいです、ね、ちょっと怖いと思ってたんだけど、最近ちょっとね、そう、大人の階段登った、うん、私は、うん、ビールを飲めるようになりました。そうなんですよね。今までこう二十歳になってちょすぐぐらいは甘いのしか飲めなかったんですけど、ビールが美味しいって思える。あら、まあ尊敬するわ。これはすごい。ちょっとこっち側の予感。そう、あ、飲めるようになりました。まだ飲めてないんだよ。あ、じゃあリスク強いかも。やだ。先生。先生だって。それは大人ですね。大人にな感じですね。はい、自分の中では。うん、ではでは、じゃあ続いてまいりましょう。プリコネームサフラン花火さんからいただきました。ついおかわりしたくなるものって何ですか。あー、白ご飯。おわー、あー、いいですね。おかわりは食べちゃうな。なんだろう、パスタ。すごい、ボリューム。なんか、なんだ、なんでしたっけ、パスタ、ラーメンみたいな、あ、台湾みたいな、パスタで変わるの、なんか私の言ってるところが変なのかえ、大盛りとかじゃなくて途中で、みたいな。へー、面白い、すごい、そんなところがあるんですね。へー、夢だったかな。でもラーメンでもします。うーん、玉とか、すごい意外ですね。おかわり、あ、なんかパン食べ放題のパン、美味しいよね。パン食べ放題のパンはおかわりしますね。食べ過ぎちゃう。はい、はい、ということで、ここまででございます。私たちにトークしてほしいお題、一行質問、投稿お待ちしてます。はい、ではでは、続いては皆さんお待たせしました、ミック演じる心に添い寝しながら囁いてほしいセリフを送っていただく、心のおやすみなさい主様のコーナーでございます。はい、待ってました。はい、ということで今回はですね、プリコネームいつも眠たげなふうまさんからのリクエストをいただきました。まおさん、ミック、りっこ様、おいっす、おいっす。このラジオはいつも木曜のお昼に配信されていると思いますが、僕はだいたいその時間はお仕事中なので、いつもお仕事終わってから家に帰ってから聞かせてもらっています。パーソナリティのお三方のゆるいトークで、仕事の疲れを癒させてもらっています。同じ感じのリスナーさんも少なからずいるのではないでしょうか。なのでぜひコッコロちゃんにこのセリフを言ってもらいたいなと思って投稿させていただきました。はい、カッコガニカッコに、お芝居のリクエストでございます。そうですね、ちょっと恥ずかしげに小さな新妻感でよろしくお願いしますということで、グッジョブでございます。じゃあこのセリフ、この星感じで、あのセリフよろしくお願いいたします。はい、主様、お帰りなさいませ。いつもお仕事お疲れ様です。あの、主様、まずはご飯にしますか、それともお風呂にしますか、それともお布団ですか。お布団で。お布団でお願いします。コースはありますか。全部行きたい。全部取りのコース。いいですね。また焼肉屋さんから。ありがとうございました。ということでね、続いてはこのコーナー、もっと美食伝。はい、ギルド美食伝のメンバーとして私たち3人がもっともっと仲良くなるために、さまざまな試練を受けて協力したり対決したりするコーナーです。はい、今回の試練はこちら。
ゃあお呼びしますね。プリコネームから揚げボディさんからいただきました、はい、今まで対決ばかりだったので今回は3人で協力してください、はい、今からほにゃららといえばというお題を出すのでそれぞれ思い浮かんだ言葉を答えてください、はい、3人の答えが一致すれば成功です、うん、皆さんの答えが揃えばご褒美、揃わなかった場合には罰ゲームがありますと、うんうん、ペコリーヌといえばとかラジオといえばとかそんな感じでお願いしますということでございまして、はい、罰ゲームは決まりました。そうですね、答えを揃えるということでちょっと足を引っ張っちゃったかなという方には、うん、番組の最後にあるお知らせコーナーを一人で読んでいただきます、はい、2ページ弱あるやそう言ってそうなんですよね。結構弱あり、ね、みんな誰も足を引っ張るっていうことがないと思ってるから誰もチェックしておりません、はい、でスタッフさん判断ですもんね。はい、一人ずつお題を出して、お題出し答えていきましょう。いや、すごいますよ、そんな足引っ張る引っ張らないじゃないですよ。うん、本当ですよ。我らはね、我らはちゃんとリハの時に目をつぶっております。目が開いておりません。はい、じゃあどなたの題からいきますか。何からいきますか。私から。うん、私から。じゃあどうしよう、すごく本当に簡単なものしかない。あー、でも分かれるかな。何だろう。よくあるものにしたんですけど、あ、どっちがいいかな、どっちがいいかな。あ、いきますね。おにぎりの具といえば。うわー、揃えるんだろうね。揃える。分かった分かった分かった。せーの、鮭。あ、鮭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 、梅。カテゴリー的な。そう、そのまた、そのまた、やっちまったんじゃ。まだあります。まだ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 全然ありますから。あ、じゃあ続いて、はい、私何がいいかな。これは意外と揃うんじゃないかな。給食で出てきたら嬉しいメニューといえば。あれ。嬉しいメニュー。あ、はい、あ、はい、ほら、みんなめっちゃさ、うん、おかわりとかしてたじゃん。うん、あれだ、あれだ、してた、おかわり。あ、あれだ、あれだ。ちょっと待って。あれ、じゃあいきますか。はい、せーの、カルネポッチ。あ、なになになに。ミルメイク。カレーでしょ、カレー。え、フルーツポンチじゃないんですか。待って、やばい、全然違う。だいたいなんか一緒の感じ。一緒だよ、一緒じゃない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 よ。みんな首かしげてますから。そう、本当。いやー、ね、最後ぐらい揃えよう、うん、じゃあミック。じゃあシンプルに、はい、好きな季節。もう4択です。あ、4択。あ、でも分かれるよ。分かれるかな。いや、分かった、決めた、決めた。はい、はい、はい、よし、せーの、アビー。春。あー、そっちか。でも春か秋ですよね、気候的には。へー、惜しいよ。もう一個、もう一個、もう一個揃えたい。揃えたな。何があります。揃えずな。そうな。あのイベントの時の我らの団結力何やったの。めちゃ。じゃあ例えば、はい、ペコリーヌの口癖といえば。あー、どれだ。うわ、どれどれだ。え、どれだ。どっちだ。え、ちょっと待って。いや、こっちだろう。はい、こっちでしょ。いいですか。はい、せーの、やばいぐる。おー、ミックが、やばいね。まおちゃん、おいっす。私もおいっす。ミックはやばいですね。あー、欲しい。どうしよう、どうしたの。子供だとお知らせが普通に分担になるよ。罰ゲームでもある意味団結しちゃったな、はい、ある意味団結ですね。みんなで分け合いましょう。はい、ということで以上、もっと美食伝でした。つながるジングル。このお店美味しい。いいお肉なのかしら、それともジャンモーリーと食べてるからかな。
ロストプリンセスを聞きながらお別れです。ではここで番組からのお知らせです。プリンセスコネクトリライブ2017年リリース予定、事前登録受付中です。事前登録者数がついに15万人を突破しました。ありがとうございます。事前登録者の人数に応じてリリース時にプレゼントされるアイテム特典がランクアップしていきますので、ぜひ皆さんエントリーしてください。はい、そして公式ツイッターで豪華声優陣サイン色紙プレゼントキャンペーンを実施中。公式ツイッターアカウントをフォローし、対象のキャンペーンツイートをリツイートしてくれた方の中から抽選で出演声優陣の直筆サイン色紙をプレゼント。10月23日までの対象声優さんは沢城みゆきさん、長留ひとみさん、あすみかなさんです。そして10月24日からは逢坂優香さん、菅めぐみさん、小安健人さんのキャンペーンがスタートしますよ。お楽しみに。はい、日本コロンビアよりプリンセスコネクトリダイブボーカル CD プリコネキャラクターソング01が発売中。私たち3人が歌うプリンセスコネクトリダイブメインテーマ曲ゴスタプリンセスに加え、ユイ役の種田梨沙さん、日和役の遠山奈央さん、レイ役の早見沙織さんが歌う前作プリンセスコネクトテーマ曲つなぐものも収録。さらに私たち3人とユイ、レイ、日和の取り下ろし CD ドラマ雨のち笑顔時々空腹も収録されています。ぜひぜひ聴いてみてくださいね。さて番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。プリンセスコネクトリライブについてのお便り、オープニングで私たちにトークしてほしいお題を送っていただくプリンセストーク、ペコリーヌ、コッコロ、キャルにジングルで囁いてほしいセリフを送っていただくつながるジングル、一押しのプリンセスについての投稿推しプリ、日常生活の選択について送っていただくプリンセスセレクト、体験した幸せエピソードについて送っていただくコネクティングハッピー、私演じる心に添い寝しながら囁いてほしいセリフを送っていただく心のおやすみなさいアルジ様、リッカ様演じるキャルに一括してほしいことを送っていただくキャル様の一括、美食伝のメンバーに乗り越えてほしい試練を送っていただくもっと美食伝、こんな美食伝は嫌だというネタ投稿を送っていただく美食伝大喜利などをどんどん送ってください。詳しくは投稿フォームをご参照ください。はい、プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜配信、次回第14回は10月26日木曜日に配信です。カレンダーにメモしておいてくださいね。ではではプリコネチャンネルリダイブ第13回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオコ、コッコレ役伊藤美久と、キャル役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリライブ。プリコネチャンネルリライブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。ということで2週にわたって焼肉屋さんからお送りしたわけなんですけど、本当に楽しかったですね。楽しかった。なんかプリコネチームでご飯ってなかなかチャンスがなかったから、またぜひ行きたいですね。行きたい行きたい。もう終わりだからそろそろいいかな。あ、そうですね、大丈夫だと思います。先生ビールをそうですね、もう大丈夫です。大丈夫かな。大丈夫かな。はい、ということでそろそろ終わりですよ。次回も聞いてくださいね。バイバーイ。乾杯。